可愛いエリアマップがありますね。道の駅庄川から三居村があって、庄川温泉郷って言われる温泉街があって、庄川鮎が取れるね、庄川水記念公園があってとかね、いろいろ紹介されています。はい、ではお邪魔します。道の駅庄川さん、店内にジャズ、ピアノの音楽が流れてて、もうなんか大人の道の駅って感じしますよね。 BGM がもう大人。入った瞬間にいろんな商品が目に飛び込んできます。庄川といえばゆずということで、ゆずのドリンクとか、ゆずのおまんじゅう、ゆず味噌のおせんべい、ゆずのジャム、マーマレードにゆずの入った唐辛子とか、ゆずの入ったドレッシング、ゆずの商品たくさんありますね。ここは全国の人気の商品を集めたところで、鹿児島の特産品だったりとか、霧島茶、豚の角煮、炭も、本当全国のお取り寄せの品々が並んでいます。こちら新鮮なお野菜コーナーです。いや、いろいろ並んでる。これ何、お芋かと思ったら自然薯、結構珍しいものも、やっぱりさすが道の駅。うわー、ネギとかもめちゃくちゃ泥付きの美味しそうな新鮮な、ちょっと待って、片手じゃ持てないかも。すごい。何本入ってんの、めちゃくちゃ重い。で、500円。土付き。うわー、めちゃくちゃ入ってますよ。10本以上入ってません。これは、ちょっと買ってこう。なんだこのかぼちゃは、長いかぼちゃ。重くてちょっと持てなかった。こんなかぼちゃもあるんだ。ちょっと衝撃的なものを見つけました。富山ブラックシャンプー、ついにシャンプーになっちゃったの。富山ブラックシャンプーです。すごい黒い、確かに。どんな香り、お醤油じゃないよね。気になる。道の駅の中に焙煎コーヒーのお店もありますね。大きないい香りがする。ここで焙煎されている挽きたてのお豆をここで買うことができるんですよね。生姜ブレンド、コロンビア、いろんな種類の焙煎コーヒーが売っています。こちらは生姜の有名な越中三助焼きの器ですね。真っ黒の、これも生姜国旗と言われる伝統的なもの。このちょっと風合いのあるのが三助焼きの伝統的な色ですね。ビアグラスもいいですね。イートインのコーナーもあります。こちらもやっぱり椅子とかテーブルも可愛くって、フードメニューもたくさんありますね。結構特徴的なメニューが多くて、エゴマのうどんだったり、汚しのピザ、あと汚し丼とか温泉カレー、ここならではのいろんなメニューがあります。